バーリントンノーザン鉄道路線図バーリントンノーザン鉄道はかつて1970年から1996年まで存在したアメリカ合衆国の一級鉄道である。略称は BN。BN は1970年3月2日にグレートノーザン鉄道、ノーザンパシフィック鉄道、シカゴバーリントンドクインシー鉄道、 スポケーンポートランドシアトル鉄道の4つの鉄道会社が合併して誕生した。この合併は GN や NP の経営に携わったジェームズ・ジェローム・ヒルが、機として以来4度目にしてようやくまとまったものであった。とはいえ、すでにこの4社は長年にわたり、ミネソタ州セントポールの同じビルに本社を置いていた。1980年11月21日、 セントルイス・サンフランシスコ鉄道を吸収。翌年、親会社であるバーリントン・ノーザ・リンク本社は、ワシントン州シアトルに移転した。1988年には、鉄道事業員以外を、バーリントンリソースとして分社し、テキサス州フォートワースに移転した。1996年12月31日、BN は、アッチソン・トピカンドサンタフェ鉄道と合併して、 アーリントンノーザンサンタフェ鉄道になり、現在に至っている。BN の路線は、アメリカ西部においては最北端を行くルートであった。イリノイ州シカゴを起点とし、まずは北西に向かって、ウィスコンシン州ラクロス、ミネソタ州ミネアポリス、ドーセントポールを経て、ノースダコタ州グランドフォークスに向かう。そこからほぼマニシエと進路を変え、モンタナ州、アイダホ州を通り、 ワシントン州スポーケンに至る。スポーケンからはルートが三つに分かれる。一つは、元 GN のルートで、西のワナッチーに向かい、カスケード山脈を、新カスケードトンネルで抜け、エヴァレットを駆け下り、ピュージェット湾に至るルートである。もう一つは元、NP のルートで、コロンビア川沿いのリッチランド、パスコ、ケネウィックといったトリシティズまで南西に向かい、そこから北西に進路を変えて、ヤキマへ、 そして、カスケード山脈をスタンピードトンネルで抜け、グリーンリバーバレーソより、オーバーンを目指すルートである。オーバーンでは、オレゴン州ポートランドとカナダのブリティッシュコロンビア州とを結ぶ路線と接続している。最後の一つは、QSP& のルートで、リッチランド付近までは南西に向かい、そこからはコロンビア側の北岸を通って、バンクーバーに至るルートである。 SLSF の吸収により、BN の路線は、アメリカ中南部から南東部へのルートも含まれることになった。BN3157 号イリノイ州オーロラのイーラ奏車場にて、BN5603 号コロラド州デンバー機関区、BN の所有するディーゼル機関車は、車体の屋根がは4分の1ほどが黒、残る4分の3ほどをカスケードグリーンと交渉する。 緑色の塗装が施されていた。車体前頭部には白のロゴが入る。車体前面から見て視認性向上のため緑と白になるようになっていた。1985年、踏切における視認性向上のために車体前面から見てオレンジと黒のストライプとなる塗装が試験的に行われた。BN のロードナンバー1号と2号。 すなわちかつての NP の 6700A 号と7002号が特別列車用として整備されている。現在、イリノイ鉄道博物館の所有であり、同州ユニオンで保存されている。ありがとうございます。